はい、アークタイムズキャスターで東京新聞記者の望月磯子です。昨日高市早苗大臣の記者会見に行ってまいりました。東京望月です。総務省の文書に関連してお聞きします。昨日、岸田総理が、辞めさせる大臣を辞める必要はないと思うという発言をされました。更迭の意思がないということを示されたと思いますが、これを受けて大臣がどうお考えかということと、この総理が辞める必要ないと思うといったことを踏まえて、改めて今撤回されてない捏造発言、これ自体総理がある程度認識してくれたかなというふうに思いになっているかという、その点をお願いいたします。はい、私が何か、大変な問題を当時起こしたとかですね、そういったことではないということ、そしてまた文書の内容、についても、私にかかる4枚については、否定をいたしております。そのようなことから、総務省の、調査でも正確性は確認できなかったと、されているようなことなどから、そうおっしゃっていただいたのかなと思います。また岸田総理からは今、経済安全保障、の、特にセキュリティクリアランスについて、とても重たいお仕事をいただいておりますので、しっかり仕事に励むようにということであったんだろうと思っております。そのいわゆる捏造発言ということについて、それを良しとされたかどうかということは私は分かりません。また関連な総務省ですけれども、高市さんが言われた発言の不正確性が認められたんじゃないかというお話ですが、こうなってきますと、そのやり取りをですね、大臣との担当秘書官や担当省庁の幹部とのやり取り、今後やはりこれ録音が必要だとお考えかという点と、あと磯崎さん担当外の補佐官がやはりこの水面下でこれだけのことを大臣を飛び越してやっていたのは、かなり問題だと思います。この点は やはり今、振り返ってどう感じるかということと、それから一部報道で社説でですね、高市さんが2016年2月に行った時に、その非常に何度警告を繰り返しても同じようなことを、極端な政治的公平性が問われるようなものを繰り返した場合、かっこつきですけど停波もあり得るのではないか、自分の時はないけどというご発言をされていて、その時の見解と、今政府が言った全体で判断するんだと、一個が偏ってても最終的には全体で判断するんだというその見解は、事実上統一見解を修正してるんじゃないかという社説が出ておりました。この点について、修正をしたのかという部分ですね、お答えいただければと思います。まず磯崎補佐官の件についてでございますけれども、総務省の報告書で見る限り、一議員として対応したと、いうふうに、ご本人もそして総務省側も、そのようにおっしゃっていると思います。本来でしたらですね、総務大臣に対しまして、また総務省に対しまして、非常に重要な、問題について、申し入れがあるという場合は、一、衆議院議員もしくは一参議院議員ではなくて、自民党の場合でしたら政調会の情報通信調査会などで決議を行って、で、皆さんで決議文を持ってですね、大臣室に来られると、こういった場合はこういった場合の検討を、するべきじゃないかというようなことで、来られるということはあるかと思います。私や大臣室の、職員が知らない間にですね、磯崎補佐官と、そしてまたその情報流通行政局の間のやり取りが、何度かあった、そしてまたそれを全く、知り得なかったということについては残念に思っております。でなお、その解釈については、放送法の解釈については変更があったとは承知をいたしておりませんが、残念ながらちょっと放送法の解釈について私が発言するということは国家行政組織法上いけないということで、小西、議員の方から、内閣の大臣官房が伺っておりますので、解釈については私から申し上げません。それではすみません、大臣時間参りましたので、今日の大臣会議を終わりたいと思います。お疲れ様でした。
1回目の質問については、岸田総理がおとといですね、高市さんを更迭する必要はない、更迭はしないと明言をされました。これについてどう受け止めたかということと、そして高市さん、捏造発言、いまだに撤回していませんが、更迭する意思がないということは、つまりこの捏造についても岸田さんが認めたというふうに思いますかということを聞きました。で、まあ、岸田さんが捏造について認めたと思うかということについては、私はまあ総理ではないのでわからないということと、それから、高市さん自身、まあ、大きな問題を起こしたわけではない、そして、まあ、文書についても、まあ、レクがあったということはあってもですね、その内容についての正確性という意味では、まあ、担保、総務省側もまだ担保できているわけではないということを言っているので、まあ、そういったことも踏まえて総理は更迭しないと言ってくれたのではないかというようなことを述べられておりました。私はこの高市さんの捏造発言、非常にやっぱり発言としてはですね、真摯に働く官僚たちに対する非常に否定的、侮辱的な発言じゃないかと思い、まあ、再三会見でもなぜ撤回しないのかと追及しておりますが、まあ、未だに撤回はしないということを明言しています。かつ昨日のこの会見の後、国会の場では、まあ、怪文書というような言葉も重ねてまた表現として使ってきたということがあり、非常に強い気な、まあ、政治家高市さんということを、まあ、ある種これは演出している部分もあるのかなというふうに感じています。まあ、なぜ撤回しないのか、まあ、高市さんを支える、まあ、一部のこう強烈な支援層というのがやはり強気の高市ということを期待している、まあ、その期待に応えるためにも、まあ、簡単に発言を翻すことはない、撤回することはないということを、まあ、政治家として続けたいのかなというふうにも見えます。そして2回目の質問では、捏造発言ということであれあるのなら、まあ、今後はですね、大臣と各省庁の幹部、そして秘書官等々とのやり取り、この記録というものの録音録画、これが必要だと思うかということと、それから磯崎当時の担当首相補佐官、担当ではなかった、首相補佐官が水面下でですね、その省庁と、省庁幹部と交渉をして、放送法の新解釈のようなものをずっと、まあ、高市さんを差し置いてやってたということについてはどうお感じになっているかということをお聞きしました。そして最後に、2016年2月、高市さんが何度も政績公平性がこれ問題じゃないかというものを何度も何度も言っても、これを変えないようであれば、この私の時はやらないとは思うけれども、一番組であっても停波というのが、まあ、可能性としてはあり得るといった発言をされたということと、ここ最近、総務省の幹部たちが言っている、一番組が非常に偏っていても、それを含めた、まあ、全体で番組全体、一番組ではなくいろんなこのテレビ局が持っている番組全体で判断をするんですよというふうに含めたと言い直している。でこれは先週朝日新聞が社説でも書いていたんですが、事実上の当時の2016年の高市さんと今回の含めたと言って、総務省が答弁しているという部分は、事実上のこの統一見解の修正撤回ということに当たるんじゃないかということについてもお聞きしました。でこれについては、まあ、自分は今総務大臣ではないので担当外の大臣なので、総務省、総務大臣に聞いてほしいということでございました。そして担当ではなかった磯崎補佐官が、高市さんを差し置いて、まあ、水面下でこう、文書として出てきたように何度も、当時の、局長たちとこの放送法の新たな解釈について話し合ってた、このことについてはやはり、まあ、残念だと。本来であれば一議員の意見として、まず自民党の政調会にかけて、そこの政調会の中での決議というのをして、その決議文を持って担当大臣だった自分のところにその決議文書を持ってきてほしかったということを言っておりました。でこれをやっぱり聞きますとですね、やはり当時の記憶、どこまで高市さんが、覚えているかわからないんですが、その担当外の磯崎さんが、まあ、首相の意も含めてですね、使いながらその省庁の幹部たちと、まあ、自分の範疇外の部分で、交渉をずっと続けてたということ自体、これ自体おそらくその当時も不快だったんではないかなと、そして今も今回これ知ったことで自分としては残念だということで、まあ、遺憾を表明してたということで、まあ、ここについてはまあ、当時から現在までおそらく、まあ、彼女としてはいい気持ちではなかったんじゃないかなということがよく伝わってきました。また録音録画必要だと思うかということについては、まあ、3つ質問を2回目投げたんですけれども、そのことについては、まあ、時間切れになってしまいまして、ちょっとその部分の質問を忘れてしまってたというところもあると思いますが、あ、ごめんねということだったんで、まあ、この次ですね、行った会見ではそのことを改めて聞いてみたいと思います。以上です。